加藤博部は、なでしこかのみのつづり属の多年草。高山植物。小型の多年草。主茎は地を這う。枝は直立し、高さは5から10センチメートルになる。枝の上部石管に縮毛と専毛がある。葉は薄く、5から10体が、無柄で耐性し、葉芯は、卵形から非芯形。長さ3から9ミリメートル。幅1.5から3ミリメートルになり、先端は鋭。 形で、両面は無毛。柿は7から8月。花は直径6ミリメートルほどで茎先や上部の溶液に1から3個つく。額割りなし角片は5個。列片は長卵形で、長さ3から4ミリメートルあり、列片の先端は栄線形。花弁は5個で、白色、卵形から長大円形で、長さ5から6ミリメートルになり、円は全円で。 木部は細い柄になる。湯水は10個で、木部は黄色い船体に囲まれる。滴水は3個。果実は果てになり、卵形で、長さ5ミリメートルになり、先端が6アサレツする。種子は人型で、計0.8から1.0ミ、mm、リメートルになり、微細な入刀状突起がある。日本古有種。北海道の夕張岳。 日高山脈、本州の東北地方の早知根山、四物山、谷川学に分布し、鉱山帯の蛇紋岩の岩地、岩歴地などに生育する。和名、首相名は、死者で、山荘研究家、この種の早知根山における発見者の加藤や寿明の、何ちなむ、絶滅危惧通類2007年8月レッドリスト。ありがとうございます。